西区の長谷川正則です。はい、占い師の大石です。お願いします。さあ、本日は占い基礎講座その74です。はい、基礎講座もまあどん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 ね、はい、進んできていて、ちょっと間空いちゃいましたけどね、うん、はい、今駅をやっておりまして、うん、で駅の基本として八卦ってやつを知ろうよということで、はい、順繰りに説明していきまして、7つまで行って今日はその8つ目であると、はい、まあ、八卦ですから、八卦のラスト8個目、はい、で、今日ご説明する毛が、うん、ババンと、はい、8番、はい、はい、これでコンと読みます。コンと読みますね。あまり使わない字だと思いますけれども、でこういつも下にこう記号を書いてるんですけれども、はい、この記号がこう1本の横棒の場合と、うん、真ん中がこういうふうに切れてるやつがあるんですが、はい、今回3段とも全部切れてる切れてる切れてると、うん、で切れてるものが3段重ねという形になっております、はい、でこれはですね、自然界でいくとその大地を表す駅の毛なんですね、まあ、地べた大地であると。だからよく母なる大地っていうイメージがありますように、はい、こう全てを包み込んだり下から支えるというその縁の下の力持ちみたいな意味合いのある駅の毛になるわけなんですよ。でやっぱりその派手なことはなくて、はい、地味だけど着実っていう意味がこの毛の一番強いところなんですね。はあ、あるいはそのなんていうかな、こう特別な席ということではなくって、うん、日常的でありふれていて当たり前でというような、うん、そういうものを意味するのがこのコンという毛になるわけなんですね。で人間でいくとまあ、当てはめるとよくその家庭を預かっている母とか、うん、主婦っていうふうにこう当てはめますし、はい、あるいはそうですね、まあ、一般庶民って見たりもするんですけれどもね。でもあと普通に、こうお仕事の方で行くと、うん、真面目であるっていうのがポイントになるんですよ。地味に真面目にコツコツと、うん、与えられたことをきちっとこなすと、うん、ですからこの駅の毛が出てる時は例えば人間だったら別にその奥さんやね、うん、お母さんじゃなければ普通の男性であったならば、うん、まあ、すごく真面目でこうね、逆に言うと融通が利かないような堅物なのかなとかですね、そういうふうに見ていただくといいと、はい、で、悪い毛ではなくって、まあ、その地道というね着実な良さっていうののある毛ですので、はい、またこれから組み合わせて見ていくやり方をやりますけれども、まあ、そういうことで、受けて立つ強さというのを持ってる毛だというふうに考えてください。ほう、はい、まあこれが8つ目ですね。これでとりあえず八卦、はい、一通り説明したことになります。はい、はい、いろいろご質問もあるでしょうがこれはまた明日。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、明日も見てください。